お世話になります一人でございます。アニポケで主人公ロイのおしゃぼから出てきた黒いレッグーザが大活躍、いや小活躍しましたよね。色違い伝説ポケモンがこんな風にアニポケで登場したのなら当然欲しくなっちゃいますよね。私は欲しくなりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は色違いの黒いレッグーザを厳選してみたいと思います。ちなみにレッグーザの色違い厳選方法はいろいろあって、ポケモン GO で厳選するのが一番楽かとは思いますが、最近剣盾のダイマックスアドベンチャーで44周目15時間半で色違いジガルデをゲットできましたし、ジガルデのためにわざわざ任天堂オンラインにも加入してまだ期間が残ってたので、その残りを消化するついでにレッグーザもサクッと出しちゃいたいと思います。本日はね、色違いレッグーザをゲットしていきましょうということで、行きましょう。マジでありがとう。おい、ありがとう、ローランド、ローランドじゃん。ホスト今日休みか。勝ち上がれ。オッケー、勝利。オッケー、ナイス、ナイス。うわー、かっこいい。やっぱりかっこいいね。一発目で出したいよ。やっぱり、だってこれ、マジ、ジガルデより簡単すぎる。だってさ、ジガルデこっからが本番だもん。大アイス、ナイス、勝った。これで、勝ったでしょ。さすがに。あれ、勝ってない？え？そんな入んない？あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。ギリ勝利。いきました。クイックボールで捕まえていきます。出てくるか、一発目。とりあえずゲット。これで来るか。レントラ。クレッフィー。ユンゲラ。レッグザ。無理だね。まあ、これが、チュートリアルみたいなもんですから。皆さんに対して、あ、こういう感じでやっていけますよっていう配信の説明みたいな感じでもあるから、今のはいいね、ちょうど。これ一発目で出てもつまんないからね、逆に。今回は来るでしょ？いや、今日だけで25周してる、もう。逃げらず。はい。はい。あ、なんでこいつら来ないの？はぁ？はぁ？なんでこいつら全員来ないの？一つぐらい来いよ、大体。気使えよ。おいおい、マジかよ。一匹も来てねえぞ。ちょっと待って、厳選方法合ってる。待って待って。光るもん持ってるもん。大丈夫でしょ？俺、言いに行こうから、マジで。おい、安田さん！なんで剣盾のダイマックスアドベンチャー、今からアップデートしてください。今からもっと出やすいように絶対おかしいですって。あれはなんか変な調整してるでしょ。アップデート、みんなでアップデート運動起こしますよ。剣盾のダイマックスアドベンチャーで色違いが出にくい運動起こしますからね。色違い来た。おーい、ナノさん、それ信じるわ、なんか。はぁ、おめえ、それはでもいいわ、信じる。それはなんか、ナノさんは信じるわ。ナノさんも、だってめっちゃ俺並みにやってたもんね。信じる。ナノさんに限ったら信じるわ。あるいはおめでとう。それはマジでおめでとう。すごい。よかったよかった。マジで。嬉しいわ。俺も。絶対来るはず。みんな信じて。神様とか、などなどに祈って。はい、サンダース。え、サンダース色違いじゃねこれ。あ、違うか。あ、色違い来た！色違い来た！色違いじゃん！色違いじゃん！色違いだ！サンダースか、サンダースか、サンダースか。いや、でもわかんないわかんない。まだまだまだあるぞ。まだあるぞ。でも最後来たぞ。すごいぞ。一応すごいぞ。マリルリー。はい、サンドパン。うん、サンドパンは違うよね、これ。サンドパンは違うよね。オッケー。ありえるぞ、ありえるぞ。うわあ！いやー、でも、最後ギリギリで、もうサンダースは来た。サンダースは来た。サンダースは一応来た。まあちょっと気持ち悪い感じではあるけど。まあ一応来たわ。でも、タイミングすごいけど、まあ、で、ちょうどリセットやめたいから、まあ、ちょうどいいわ。でもなんか、って感じだな。そう、何の成果もないよりかは、いいけど、まあ、どうせだったらちょっとサンダースじゃないやつが良かったかなっていう印象もある。
ありがとうございます。これで出るはず。スパチャちょうどいただいたから出るはず。最初の3匹はこれで見るよ。はい、1。あー来たー、色違いいいだけど、いらない、いいけど、嬉しいけど、だけどちょっとブチ切れてこいつ。ナマズンはちょっとやだ、ナマズンはちょっとやだ、いらない、ナマズンだからまだいいけど、スカバイとかなんかだと特にゲットしにくいし、けどいらない、いらないけど来る可能性ある。まだレッグーザ見てないよ、来ないよね、ナマズンか、ナマズンか、別に嫌だな。ここでなんか色違い分使った感じがして、むしろ損してる感じする、なんか損してる感じするけどもらおうとりあえず固定はしてなかったし。でも母ちゃんは誰もなんか一回で会わなくてよかったねっつってたよ。俺はアホだなと思ったけど、みんな。はい、行くぞ。あーあーああ、すげえ、かっけえ、かっけえ、かっけえ、めっちゃちげえ、こんな色違うんだ、かっけえ。全然こいつ喜ばない予定だけど、かっこいい、かっこよくない色だけどかっこいい、こんだけ違うと。すげえ、マジか、よかった、このルート固定して、かっこいいわ。すげえ今震えた、この色違いっぷりに。すげえ、え、なんだこの、え、今、マジで鳥肌立つレベルで、全然違くてかっこいい。いや、実際よく見たらちょっと気持ち悪い色ではあるけど、こんな違う色だったんだ、こいつ。めっちゃいい色だね。ということで、行くぞ、レッグザ。さすがに来ないよね。でもまあまあ、これはいいですよ。なんだかんだ全然良かった、ご三家はやっぱ色違い。え、こんな違うんだ、色。めっちゃいいじゃん。え、よくねちゃんとこれ固定した回あったね、しかも。やっとかっこいい。これはめっちゃ、うん、樹海好きだし、ほんとよかった。なんか、餅つき大会とかで行った時に、出てたような気がするけどね。あー来た、色違い来た、色違い。けど、いらねー、いらねー。でもまあ、ロトムはまだいいか。まだいっか。いや、でもいらねえ。こいつではそんなにバーって喜べねえわ。まあでもこいつ悪くはないか。色違いの方じゃ。まあ悪くはないか。よくはないけどね、そんなに。で、固定してる時に限ってくるっていう。で、レッグーザ来るか、肝心のレッグーザ。バカー、ここで、ロトムと一緒にレッグーザ来てさ、それで、いや、どっち、これロトムせっかく出たのに、あの色違いレッグーザ取るのは嫌だ、つって、いや、下りやろうぜ、それ。やんねえのかい、それ。これもらうわ。ルートも崩します。自然な感じで、なんかもう、もはや笑いを誘うような感じではなくて、普通の感じでさ、眠れなくなりましたので、検証お願いしますみたいな感じで言ってくれるから、嬉しいんだよな。はい、見てこう。はい。沼黒、トドグラは出ない。わあ来た、やった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 、来た、よっしゃよっしゃ、ああ来た、やっとやっとだ、やっとやっとだ、やっとだ、来た、よっしゃ、やっと来た、やっとだ、びっくりした今、やばい来た、やばい、やっと来た、やっと来た、192周目やっと来た、びっくりした、絶対来ないと思ってたのに、やっと来たよ、嬉しいよ、びっくりした。
いやなんかでも黒っていうより結構濃い緑みたいな感じなんだね。いや嬉しい。いや逆に今日叫ばなかったな、あんまり。よかった。これ何時間かかったんだ。相当かかったぞ。15回ぐらい枠立ててなんとか来ました。嬉しい。やっとだよ。もう1ヶ月かかったな。ゴールデンウィークから始めたからね。いや皆さんありがとうございました。付き合ってくれてありがとうございました。それではちょっとゲットしよう。とりあえずね、これ忘れちゃったらあれだから。やったー。もうジガルで44周とかでゲットしてすぐでゲットできるかと思ったら192周もかかりました。こいつだこいつ。 4V だね。おお、かっこいいね。画竜転生分末神速竜巻のやつですよ。6月6日めっちゃいい日じゃん。ちょっと一回出そっか。とりあえず場にも出そう。いやマジでありがとう。本当に嬉しいわマジで。いやなんかいつもと違う感覚。すごい長かったな。めっちゃ長かったな。おお、いるいる。あ、いる。かっこいい。いやこっち動きいいね。めっちゃ剣立てすげえ。何この、え、超かっこいいじゃん。ちょっと送ってみましょう。あー、かっこいい。こっちもこっちでかっこいい。いやでも剣立ての方がかっこいいな、さすがに。わんぱくな性格、ガララ地方から時間と空間を越えてはるばるやってきたようだ。ウェーイ、暴れ散らしてるぜ。暴れ散ら、早え。しかもこいつあれじゃん、レッツ、すごい、全然あの剣立てと違うんだけど。うるせえんだけど動きがめっちゃうるせえ、うるせえ動きが。本当になんだなんだこれピクニックで出した時のミライドンみたいな動きしてんじゃん、あのヒクヒクさせる動きみたいななんだよこいつ。何年毎回あの整頓しようとすんの、その正座みたいのしようとすんのこいつ。あ、いいねいいね。でもあ、剣立ての方がかっこいいね。でもやっぱりまあスカバイはスカバイでいいけど、これ来るよ、ワンチャン来るよ。見てて、来い。あー結構小さめだ。でもついてくる。あーいいじゃんいいじゃん。あ、でも剣立てみたいな動きはするんだ一応これやったら。でも今日みんなはマジでありがとうマジでマジでありがとう。嬉しい改めて嬉しさを感じている。すごく嬉しかったです。ちょっと軽く涙が出ないぐらいな感じで、瞳の中で涙がとどまってるような感じで。うわ、ちょっと待って、見れない。よし、行くぞ。照らすたらするぞ。何する、リュードン波動でいい、行け、レックザテラスタル頑張れ。おい、どうなるか。えい、レックザにレックザがついたぜ。レックザすごい、二股股にはなってないけど上につくパターンの感じ。おい、リュードン波動かっけえ。リュードン波動でこんなかっこいいの、やばいでしょ。これはまずいって、かっこいいって。これはでレッツゴーも早いしね。レック、あのレックーザマジでレッツゴー要員としても普通に使えるし、マジで使えるってか見えねえし。あ、ただこいつ見えない。え、消えてんだけど完全に。え、レックーザ消えてんだけど。